敵だったら来て。ハッピーバースデートゥーユー、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ごめん、ハッピーバースデーニアニヘちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、やったー、はいはいはい、すごいね。はい、ということでどうですか？どうですか？え？嬉しいんだけど。嬉しい。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ありがとう。すごい、なんか
ぜひ作ってみてください。ありがとうございます。喜んでみるといいな。じゃあいきます、せーの。え、なにこれ、洋服？え、かわいい。おパンツですね。My friend. いやーかわいい。そして、はい、そして、はい、2つ目、はい、え、かわいい、はい、こちらもホワイトのトップスです。すごい、めっちゃかわいい。そしてそしてもう一つありますよ。そうそう、これなのよ。これがなんかさ、ちょっと手紙とかではないんだよね。重い。なんかじゃあ引き上げますね。なんだろうなんだろう。せーの、じゃん。え、あー、アイシャドウパレット、やったー。え、チューフェイスのだ、やったやった、めちゃやった。チューフェイスのじゃん、はい、え、超かわいいんだけど。え、かわいいんだけど。かわいい。えー、クユージー、このね、アイシャドウパレット欲しかったんですよ。えー、ありがとうございます。今回は、はい、なんでこのホワイトコーデの、うん、このスウェットっぽいね、うん、ものにしたかというと、姉、うん、ちゃんが、うん、買い物しに行った時に、姉、うん、ちゃんの TWICE さんが大好きで、あのリハギとかで白のスウェット欲しいなって言って、 TWICE でやりたいじゃんね、私ってずっと言ってたから、うん、これ今回は、で、なんかなかなかあの噂によると、あの自分で買わなかったらしいですよね。なんか1200円のキッチンちゃんなんかヒカルになんかこれ欲しいんだよねっていうのを、なんかその誕生日がこうだんだん近づいていくことにちょっとヒントくれたから、えー、そう、そういうことだから、らしくてその情報が入ったので、もうこれはニヘちゃんをじゃあもうトワイスさんに返信させるようなもので、また見たいねって言って、ホワイトコーデとこのパレットを使って、さらにメイクのファッションも楽しんでほしいなって思って、ありがとうございます。しました。やった。そう、大きくなったらトワイスになりたいって2年ぐらい前からずっと言ってたので、もう大きいよ。もう10年。ありがとうございます。やったー。嬉しい。そしてまだあるんですか。まだまだあります。いや、恐縮です。ではですね、これは私が持っていきたいと思いますので、はい、待ってください。どうしちゃったの。っ待ってください。いっちゃいますよ。何？いいですか。こちらです。じゃじゃーん。バースデーケーキを手作りで作りました。ありがとうございます。めちゃめちゃかわいい。はい、どうですか、どうですか。だってこんなにもさ、いろんなことを準備してくれたんだなと思ったら、はい、なんか今すごくジーンときました。よかった。ありがとう。いや、もうね、こう可愛く、あの派手な感じでニヘちゃんをイメージしつつ、うん、2人っぽい可愛いケーキを作りまして、うん、このね、あのハッピーバースデーニヘイっていうのはヒカルがで、なんか日本語だけど筆記体みたいな感じで書いてくれたね。よく言ってくれたね、うん、ありがとう。まずは今回はみねちゃんに入党で25歳ということで、はい、ではお願いいたします。すっごい厚みがあるスポンジ。そう、今回特別にスペシャルなケーキを作ってね。じゃあいきます。はい、どうぞどうぞ。入党、イエーイ。やったー。おー、ハートマークだけじゃね。
入ってますか？心配な。
ということで撮れました。単品も撮っていいですか。あ、そうそう、単品が多分私のことを相当信用していないのかな。自撮りはこのように毎回ね撮っておりますので、はい、二平の自撮りインスタグラムやツイッターなどにねこの写真が載りますので、はい、見てください。お願いします。撮り方の参考にしてください。はい、まあ、こういう感じでね、腕は映さないんですけども、本当は結構ここが来てるよっていう、ね、でも自撮りはそういうのも頑張るっていう、そうですね、はい、裏側これからも健康でということで、あれ何、納豆なの、これ飛び子かと思ったんだけど違う。